湘南の風のハン君が明日11月8日、ケツメイシの領事を迎えた新曲、君とならフィーチャリング領事をデジタルリリースする。一緒に話す機会があって、前からいつかやろうとは話していた中で、今かもねっていう、何がそうさせたわけでもないと思うけど、まさにタイミングだったのかなと。涼二くんが先導して曲を作り上げていくスタイルだったので、とても新鮮な気持ちで制作できたのも良い経験になりました。ハンくん、2024年にデビュー15周年を迎えるハンくんだが、その第1弾にスカイハイをゲストに迎えたヘッドショットフィーチャリングスカイハイを発表。第2弾となる今回は、ケツメイシの涼二をプロデューサー兼ボーカリストとして迎えた君とならフィーチャリング涼二をリリースする。数多くの伝説を共に築いてきた2人による、大切な人とその思い出に向けた極上のラブソングに仕上がっている。なお後日、君とならフィーチャリング涼二ミュージックビデオの公開も予定されている。明日の配信より、ハン君の直筆サインがもらえる LINE ミュージック再生キャンペーンほか、オリジナルスマホステッカーがもらえるダウンロードキャンペーンも実施される。デビュー15周年記念第2弾、君とならフィーチャリング涼二、2024年11月8日金曜日配信開始。配信リンク https://hankun.lnk.2/kiminitonarap/ 上記 URL は11月8日金曜日配信開始以降有効となります。楽曲キャンペーン https://hankun.134r.com/topics/kiminara/LINEMUSIC 再生キャンペーン期間11/8金曜日11/30土曜日まで特典。ハン君直筆サイン入りメガジャケット写真ポスター。抽選で20名様。ダウンロードキャンペーン期間11/8金曜日11/30土曜日まで特典。オリジナルスマホステッカー抽選で30名様。 Spotify フォローシェアキャンペーン期間11/8金曜日11/30土曜日まで特典。ハンくん&涼二デジタルサイン、ハンくんメッセージ付き画像、応募者全員